はい。じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数。大きな数と数直線についてやっていきましょう。で今回ポイント含めて8番まで問題ありますので、できそうな子はね、ぜひ一回動画止めてチャレンジしてみてくださいで。パッと見た時にちょっと不安だなと思う方は、今からね、全部説明していくんで聞いてもらえたらと思います。では、早速ね、始めていきましょう。 で、今回は、この、数直線っていう、こうね、線があって、メモリがあって、こう、数字が書いてある。これ、数直線って言います。で、今、4本ね、書いてあるんだけど、普通は1個ずつ。まあ、今、問題のためにね、4つ書いてるんですが、これが数直線です。まず、覚えてあげてください。で、数直線をやるときのポイントは、ただ一つ。ほにゃららメモリで、いくつ増えるかをチェックしよう。ここがすごく大事。で、これ、ぜひ、覚えてください。数直線ね、得意な方はもういいんだけど、 苦手だなと思う方は10メモリですだからどの問題が出てきても10メモリでいくつ増えてるのかなっていうのを確認すれば絶対解ける。うん絶対大丈夫です。じゃあどうやっていくかっていうとまず最初の問題いきましょう。で数直線ってみんながね教科書とか計算ドリルとかに載ってるものもそうなんですが0からから 始まってるもの。これも0から始まってるね。ものもあれば、途中が書いてあるパターンもあるんだけど、今回これは0から始まってます。で、大体がね、大体が10メモリのところに数字書いてあります。と見てみましょう。いくよ。メモリ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10メモリ。ここだね。つまり、今回この 一番上の数直線は10メモリで0から1000万まで増えてる。つまり1000万増えてますよね。ちょっと書いておきましょう。ここに10メモリの増えた量書いておきます。今回は1000万増えました。で、ここでポイントです。10メモリで1000万増えたってことは、1メモリいくつ増えるでしょうか これはすごく簡単で、今上出したやつの0を1個切りますスパーンって。なぜかっていうと、10を1にしたいんだよね。だから10の0ロ1個取っちゃうんだから、こっちも0ロ1個取っちゃいなよって。つまり、一番上の数直線は1目盛りが100万っていうことが分かりました。で、それさえ分かっちゃえば、だって100万、1目盛り100万だからね。 100万、200万、300、400、500、ここは600万だよね。だから、この答え。ちょっと横に書いていくね、今回ね。は、600万が正解になります。単位ね、くっつけるの忘れないようにね。これ600って書いたらバズになっちゃうからね。では、次行きましょう。ここ。 これも途中から始まってるんですが、数字書いてあるとこ見ます。ここ、7500書いてあります。次、7600書いてあります。まあ、多分10メモリな気がするけど、ちゃんと数えましょう。いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10メモリ。ちゃんと10メモリになってる。で、いくつ増えてるかなって数えると、7500万から7600万に増えてます。つまり、10メモリは、 書いておきます。10メモリは、500万で600万だから100万だよね。増えてるのは。10メモリは100万です。ってことは、1メモリはいくつかっていうと、さっきと同じように考えれば、スパスパってやればいいので、1メモリ10万です。この数直線は1メモリが10万なの。だから、次、7500万の次は10万ずつ増えるから、 七千五百十。七千五百二十。だよね。つまり、ここは、あ、ちょっと、う、少なっちゃった。七千五百二十万と。じゃ、続きいきよ。七千五百三十、四十、五十、六十。次。七千五百七十。だよね。だから、ここは七千五百七十万と。 ちょっと色薄くてごめんなさい <laughs>。これで正解となります。どんどん行きましょう。次。ここ、100万、200万、300万と書いてあるちょっとこれ引っ掛けなんです。いいで、どうやるかっていうと、いつも通り10メモリをまず数えます。こっからスタートすると、1、2、3、4、5。ここじゃないんだよ。次。6、7、8、9、10。ここで10メモリです。つまり、10メモリで100万から300万まで増えました。 さあ、いくつ増えた ?100 万から300万。これは200万増えてるよね。つまり、この3本目の数直線は10メモリで200万増えました。200万ね。ってことは、1メモリ、1メモリね、0切りしちゃえば1メモリは20万ってことが分かりました。つまり20万ずつ増えます。で、まずここ。じゃあこっちから、かこっち簡単だからこっち行くよ。 20万ずつ増えるんで、200万の隣は220万。20ずつ増えるからね。220。次は240。だから、ここは240万。あ、ちょ、万が変になっちゃった。これで正解。ああ下消えちゃったね。こんな感じ。で、5番戻ります。これは100万より左、減ります。減ります。だから、一目盛り、後ろに。 行くので、20万減らせばいいよね。つまり100万から20減らすから答えは80万と。これで正解。一目盛りさえ分かっちゃえば怖いものなんてない。ね、それが数直線です。直します。<laughs> ごめんね。ではラスト行きましょう。ここはゼロスタート。まだ数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。 10です。10。だから10メモリで1億増えています。まあこれちょっとね、難しい問題ですね。10メモリで1億増えている。さあ、0切りをしたいんだけども、0切れないんだよね。下ないから。じゃあどうするかっていうと、0切り。今、まあ、ね、ずっと0切るって言ってたんですが、0を1つ減らすっていうのは何をやってるのかっていうと、 縦入るかな入ってるかなあ、ちょっと、ちょっとごめ画面下げますね。ごめん。よいしょ。位を一つ下げてるんです。ゼロを切るって。ゼロを一個取るっていうのは、位を一つ下げると同じことです。だから、これ、一億の位を一つ下げます。みんなここまでで勉強してきた。いっぱいやってきたもんね。一億の位。一個位を右に下げると何かっていうと、千万の。 くらいだったよね。だから、1億から0ギリくらいを1つ下げるので、1000万。つまり、この一番最後の数直線は1メモリ、1目盛り、1目盛り、1000万ずつ変わっていくことがわかります。で、それさえわかっちゃえば、行こう。1000万、2000万、次は、3000万だよね。3000万。4000、あ、そう。四千万、5000万、6000、7000、8000、9000で1億なって次、 1>, 1億1000万、1億2000万です。で、ちょっと入んなくなっちゃうから、こっち、ここに答え書きます。答えちょっと長くなるけどね。1億2000万と。こう書いて正解という風になります。なので、数直線。 できるようになったらね、そんな、一回一回書かなくても大丈夫なんですが、慣れるまでは、10メモリ。いいよいいいい ?10 メモリ。10メモリで、いくつ増えたのかなって確認したら、0切りをすれば、1メモリが出てきます。で、一メ、0を1個取るっていうのは、位を1つ下げるのと同じこと。だって、1000万、位を1つ下げたら100万だよね。100万、位1個下げれば10万だよね。 位を2つ下げるるとと同じここににななりますののでそれを使っっってててううや数直線の問題ぜひね解けるようになってくださいはい、ということで、今回はね、大きな数と数直線やらせてもらいました。で、次回はですね、大きな数の足し算引き算やっていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。